最強は俺だ。ゴジラ VS コングの門圧、やっぱかっこいいね。ただ皆さん、まだ一つゴジラ VS コングの門圧があることをご存知でしょうか。それがこち、あ、これアリだ、こちらなんですが、ちょっとまずは開封しましょう。はい、よっしゃ、ズズズズズ、きたー。ちょっとビニール外して、スパーン。コングフロームゴジラ VS コング2021エクスクルーシブエディション。はい、ということで、これ実はですね、海外限定の商品で、おそらく海外のコミコン限定かな。とりあえず日本では販売されていないモンスターアーツなんですよ。これが欲しかったんですよ。で、ちなみにこちらは定価は9000円なんだけど、僕は海外の通販サイト eBay で2万5000円ほどで購入しました。くわ、僕の財布は今これです。でも箱のデザインがちょっと今までのね、モンアーツにはなかったようなデザインで、まさに海外チックで、これ芸術的だ。おお、やばいね。でね、エクスクルーシブっていうのが、まあ、いろんな意味があるんだけど、今回のフィギュアではおそらく高級なとか、そういう意味で使われてるんじゃないかなと予想します。で、原型彩色は竹内真善さんと、これ通常のコングと同じですね。てか、新たに造形されたってことだね。そして稼働試作プロデュースは細川光彦さんと。ではね、もう情報解禁された時からも欲しくてたまらなかった、今回のスペシャルコング、早速開封していきましょう。よいしょ、感動です。コング2021。はい、こちらはですね、ゴジラ VS コングに登場したコングで、ゴジラとは先祖代々古くからライバル関係にあったとされています。知能が非常に高く、人間の少女ジアと心を通わせます。はい、高さはこの状態で、まあ14センチほど、幅が 9.5 センチほど、奥行きが 5.5 センチほどになります。 The material is PVC and quite light。 通常のコングと比較すると、まあ顔以外はね、造形は同じなので高さも同じですね。まあただ色味がちょっと違うんだよね。通常のコングは茶色みが強くて、今回のはちょっと薄いよね。ゴジラとメカゴジラと比較、まあ改めてね、このメカゴジラがちょっとでけえなっていう問題はあるんだけど、絵になりますね、やっぱ並べるとね。でですね、僕がこのコングを欲しかった一番の理由は、まあ付属パーツとかがいろいろ充実してるってのももちろんあるんだけど、一番はね、やっぱここ食いしばりフェイスがついとるんですよ。これが欲しかったの。これ前回のコングは怒りフェイスと賢者タイムフェイスの2パターンだったんですよ。まあ、これもね、すごくいいんですよ、汎用性があってね。ただですね、やっぱりこのフェイスなんですよね。やっぱ僕ね、この食いしばりフェイスがね、一番好きなんですよ。まあ昔からね言ってると思うんだけど、やっぱこう怒りを抑制してるっていうか、本当にね、怒り爆発寸前のこの感じが僕たまんないんですよね。特に歯がいい、歯が。で、今回もちゃんとこの2つのフェイスもついてますからね。まあ、ほんとこの2つの中間的な表情だよね。で、目の彩色も黒目がちゃんとあっていいんだけど、この顔の彩色がね、通常版とちょっと違うんですよ。まあ、この辺にちょっと赤茶っぽい斑点のようなものがファッといくつか入ってるんだよね。これって血を表現してんのかな？ゴジラとの戦いで傷ついた体っていう感じ？で、こっちの2パターンのフェイスにもそういうね、彩色が見られるんですよ。だからほんと激闘バージョンみたいな感じだ。で、関節は通常版と同じでボールジョイントでこんな感じで被せる感じですね。こう下を向かせることはほとんどできないんだけど、首も利用してこうちょっと上を向かせたり、こう横を向かせたりすることはできます。そしてこのかっこいい顔面からのこのボディ、わかります？ここもちょっと違うの、この胸の傷、まあ、こっち側のこういう傷はね、こう通常版の方にも入ってるんですよ。ただこっちの傷、ここが新たな傷。まあ、これはですね、夜の香港でゴジラにつけられたあの引っかき傷なんですよ。まあ本当にこんな感じでゴジラが這いながら、荒ぶりながら引っかいたんだよね。でね、この傷の色がね、さっきの顔の斑点と同じ色なので、やっぱりあれは血を表してたんですね。でね、これ色が塗られてるだけじゃなくて、しっかり彫られてるんですよ。造形されてるんですよ。で、さらにね、この下の被せの方のここまでしっかり傷が作られてるので、素晴らしいです、本当に。で、顔面についてた血はね、この辺りにもちらほら、こうね、見られるんですよ。この辺りとかね。まあでもそれはね、この辺の足にもあるし、腕にも結構あるし、背中とか、あ、結構ありますね。この辺ね。この辺り。あ、この辺の肘にも赤みがあります。だから本当にゴジラとの激闘の後を再現したコングですね。で、可動はね、全く前回と同じで、本当にこう、ああ、こうひねったり、
こう上下に動かしたりとか、可動域は広いです。まあね、ここにちょっとね隙間が空いてしまうんですが、そういう時はねここのかぶせでこうね隠してやりましょう。でこの足の毛並みもね前回同様すごくリアル、この地球を掴んでるかのような指の造形がめちゃくちゃリアルで好きなんだよね。で足の可動もね前回と全く同じで、本当にまあ可動域はね結構広くて、割とこう自由自在にね動かすことができます。この足の先までねこうやって関節がついてるので、こうなんだろう、曲げたりとかねすることも容易なんですよね。で前回同様足の裏までしっかり造形されてます。でこの腕の造形も前回と全く同じで、このファサーっとなびいた毛並みがすごくリアルに再現されています。で角も全く同じでね、本当にここもね自由自在にね動かすことができて、まあ、こんな感じで右ストレート殴るポージングとか、こんな感じで胸を叩くドラミングポーズとか、ファイティングポーズも取ることができるんだけど、実は通常版とこの手のパーツに少し違いがありまして、まず通常版は握り拳、斧を持つ用の手、そして手を開いた状態、この手はスペシウム光線を打たせるのに向いてます。それからナックルウォーキング用の手、まあこれはナックルウォーキングポーズを取ったり、あとは片手ついて臨戦態勢ポーズとかを取ることが可能です。まあこんな感じだったんだけど、今回はこんな感じになってまして、握り拳と斧持ち、ここまでは同じなんだけど、ここから違ってちょっと開いて力を込めてる手で、左手だけなんだけど何かを握りつぶす手、そして右手だけなんだけど何かを持つ手で、ね、これはね説明書には書いてないんだけど、おそらくあれだと思う。でまずこの手をつけるとこんな感じで野生的なねポージングに変貌します。これなかなか良くない？ほんと野生度 20% 増しっていう感じ、結構好きだな。やっぱこの手にはこっちの表情が合ってる。まあでもね、サンプル画にもあったような、ちょっとファイティングポーズバージョン2的なね、こういうポージングも撮ることができます。なんか片方握り拳じゃなくなっただけで、随分なんかね、印象変わんの。なんだろう、絶妙なね、力の込め具合というかね、パーツ一つでここまでフィギュアの表情が変わるっていうのは面白いですね。では続いて、こちらの左手をつけていきましょう。まあこんな感じで、この斧を持つ手よりも若干手を開いてるんだけど、ここには何が入るかと言いますと、ヒーブでした。はい、ということで、これ本当にヒーブを持つ用の手なんですよ。説明書にそう書いてありました。なので今ここにエイザ・ゴンザレスさんがいます。まあ、ヒーブっていうのは地下空洞探査機で、地下空洞に入った時の重力の反転に耐える乗り物なんですよ。で、このヒーブが3機ついてます。でね、これめちゃくちゃちっちゃいんだけど、造形がね、本当に細かいんですよ。これあれかな、おそらく 3D プリンターとかで作ったのかな。これね、このジェット噴射の部分、こことかがね、こんな感じで稼働するんですよ。あー、取れた。まあ、こんな感じで差し込むようになってて、ここまで細かいパーツはなかなか毛髪でも珍しいよね。で後ろに穴があると思うんだけど、これ実はですね、こんな感じの台座がついてまして、ここがこう針金状になってるんですよ。あのゴジラシンギュラポイントのラドンと同じような感じですね。でこの先にヒーブをつけると、飛行するヒーブを再現することができます。これはスペシャルだわ。なかなかこれマニアックだよね。でまたね、地下空洞に入った瞬間とかはね、ヒーブも不安定だったりするので、こうやってなんか傾けたりとかね、うん、すると結構面白いんじゃないですかね。こんな感じで最初こう反転してますからね。で前ね、スカルクローラーの海外のフィギュアについてたヒーブはね、こんな感じで結構でかかったんですけど、今回は本当に比率が合うように作られてますね。まあこのヒーブといえばこのワーバットですね。まあ、ヒーブ一機やられてるし、コングもね、ヒーブのおかげでワーバットに勝つことができましたからね。なのに最後は握りつぶされると。でも最後ラスベガス一週間分の電力でコングを復活させますから、まあ、コングとヒーブは持ちつ持たれつの関係なんで。そしてこの何かを持つ手はですね、メカゴジラの顔面ということで、このポージングができるんですよ。そしてメカゴジラの首がしっかり今回ついてるんですよね。これがすごくいい。ここにカメラがあって、それに見せつけるかのようなコングのこのポージング。いやでもこれなかなかいいでしょう。これはよくやってくれたなって思うわ、本当に。なんかコングの銃みたいな感じするな。そしてあのシーンをこう横からね見ることができるっていうね。こういうところもね、こうフィギュアのね醍醐味ですよね。で手の方はね割としっかり持つことができて、まあこんな感じで横に向けても落ちないですよね。うん、こんな感じで
保持力は結構あります。でも割と簡単にも取れます。そしてメカゴジラの首、うわー、まあこれギドラの首と言ってもいいかもしれませんね。てかさ、メカゴジラってさ、初代メカゴジラでも首もぎ取られてたし、あれ今考えたらオマージュだったんだね。ちなみにスケールや作りはモンスターズのメカゴジラと同じなんだけど、この口の開き方が違う。これめっちゃ開いてるし、何より通常のメカゴジラには造形されてなかったあのビームの発射口、奥の発射口が作られてるんですよ。こういうとこいいよね。そしてこの脊髄、これも造形されてるし、あ、この辺のグラデーションとかすごいね。でここのちぎり取られたこのなんか配線みたいなものもね、しっかりと細かく作られてます。いやでもこれはほんとファンアイテムっていう感じだね。でもさ、汎用性も結構なんか高そうじゃない？こんにちはゴジラくん。地上最強の生物サイコパスなコングを再現することもできるし、またメカゴジラを斧代わりにしてメカゴジラと戦うみたいなこれちょっとオリジナルのシーンも作れちゃうと。いずれにせよコングやべえやつ。最後にこの右手なんだけど、つけるとこんな感じで、ちょっとね人差し指だけこんなんか出しているような感じで、最初これねなんかこんな感じでかかってこいやみたいな、そんな手なのかなって本当に思ったんだけど、これね多分だけど少女ジアと心を通わせる時のあの指だと思うんですよ。こうちょーんってね、こう指と指を通わせるあのシーンですよ。これだと思うんだよね。てかこれしかない。本当にコングを象徴するシーンの一つだから、素晴らしいと思う。そして忘れてはいけません、このパーツ、ストコングアックスですね、斧。まあ、ただ通常版の斧と比較するとこのゴジラの背びれの部分の色が薄いんですよ。こう全然色味が違う。これはですね、おそらくですが、最終決戦でコングがメカゴジラに追い詰められている時に瀕死状態だったゴジラが渾身の熱戦を発射、その熱戦を受けた時のあの斧の色だと思うんですよね。まさにチャージされている時、そしてその後の展開も再現することができます。そのパーツがこちらのエフェクトですね。まあこれ実はですね、よいしょ、こんな感じで2つに分けることができて、この斧をこんな感じでカシャンとはめます。そしてその上からこれをかぶせると、ゴジラの熱戦を受け最強になったこの斧を再現することができます。でかい、でかいぞ。まあ、これ挟んでるだけではあるんだけど、すごい迫力が出るね。このサイズの違い。やっぱまたこのクリアパーツがいいね。いやでもめっちゃかっこいい、この斧。まさに最強の斧。まあ、半分ゴジラみたいなもんだからね。でもこの斧でも牽制逆転ですから。一気に仕留めます。まあ、あの畳みかけはすごかったよね、本当に。そしてこう、両手持ちに切り替えて、振りかぶって、ラストの一撃をお見舞いするあのシーンも再現できると。ズバッと切り落とすと。そして最後は雄たけび。まあでもこの結末はゴジラ教の僕としては、一回目見た時はいいとこ持っていかれたみたいな感じでね、受け入れがたいところあったんだけど、何回か見るとやっぱりこの映画はコングがこうやって決めることに意味があるんじゃないかなって思えたし、今では大好きなシーンですね。はい、というわけで今回は SH モンスターズのコングスペシャルバージョンをご紹介させていただきました。遊び心が本当に詰まってて、かゆいところに手が届くようなね、こう本当にいいもの全部ついてくれてて、なんでこれが日本で販売されてないのかっていうちょっと怒りさえ覚えるほどだった。定価9000円、やばいよこれ本当に。あとハイヤートイズのコングもね、相当クオリティ高いと思うので、ちょっと比較したいね今度。でね、ゴジラ、コング、メカゴジラ、もういいけど、やっぱりモスラ、ラドン、キング、ギドラ、この子たちを忘れちゃダメですよね。まあ、ここにやっぱゴジラですよ。ゴジラ、キングオブモンスターズ。僕の中ではね、やっぱりこの作品を超えるね、ハリウッドゴジラはねないんだよね。やっぱほんと最高だった。僕ずっと YouTube やってて、なんか体感的にやっぱこの時の盛り上がりが一番だったもん。もうそれはね、再生数で出てた。もうほとんど動画上げなくても、どん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 再生されてたから、この時ね。それほどなんか世界がこう、狂喜乱舞してたような、そんな時だったんだよね。まあこれももう3年以上前だけどね。まあでもね、やっぱこのゴジラ VS コングも、もうすごく好きだけどね。あ、そうだ。そして、この原点の、
ムートーさん、この子たちも忘れちゃいけない。まあ、この子たちが結果出さなかったからもうこれなかったかもしれないですからねまあそんな感じでハリウッドゴジラの毛圧はほぼもうコンプリートかな。まあ、ゴジラの全身クリアバージョンだけ持ってないか。まあ、感慨深いですがまだ続きますから。2024年ゴジラ VS コングの続編が公開ですからね。3月15日か。どんな怪獣が出てくるのか。まあおそらく毛圧にもねそいつが追加されると思うのでその時のレビューをお楽しみに。早いかというわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。ゴジラよ、私は最強の武器を手に入れた。メカゴジラの顔だ。これはやばい、実質2対1だ。ちょっと待て。ふっ、逃げたか。待たせたな。いざ勝負。これが後のポケットモンスターである。なわけあってたまるか。